エアードーラミーティ BAE146 エアドロミティはイタリアのベローナに本拠を置く地域航空会社である。ルフトハンザの地域航空会社の一つであり、約550名の従業員が働いている。主にルフトハンザのミュンヘン、フランクフルト及びウィーンのハブ空港と他のヨーロッパ都市とを結ぶ路線で運航している。多くのルフトハンザの地域市会社は、 ルフトハンザの名称と機体色で運行されているが、エア・ドロミティは独自性を維持している。機内紙はスパジオ、イタリアマガジンとルフトハンザマガジンである。この会社の名称はドロミテ地方として知られるイタリア北部アルプス山脈の高原山岳地域に由来している。エア・ドロミティは欧州航空業界の自由化の動きを受け、レイリースチールグループによって1989年に 設立された。1991年に中期ボトシを中心とした運行を始め、1992年にはベローナからミュンヘンへの国際線サービスを始めた。2003年4月以来、エアドロミティはルフトハンザの地域航空会社の一員となっている。2014年7月からは、全日本空輸がフランクフルトベローナ線など6路線でコードシェアを開始した。 2008年5月現在、国内12都市、国外5都市に就航。2019年9月現在、エアドロミティの機材は、以下の通りである。エアドロミティの平均的な機材年齢は2019年9月時点で9.2年で、ある。エアドロミティとのコードシェア開始について、2014年8月31日閲覧。エアドーラミーティフリート、 ガイドツーエインブライター195エクラフツ。www.airdolomiti.eu.2019 年10月5日閲覧。ありがとうございます。